内山の死刑証、消防現像、諸悪幕さ、第3回、昭和55年9月20日、京都総選寺にて収録。エキストの1枚、2枚、3枚、4枚目の右から、4枚目の 裏の2行目、小刀陰謀の時から、小刀陰謀の時、諸中語諸悪幕さにて伝承するに、諸悪は因縁症にあらず、ただ幕さのみなるのみなり。諸悪は因縁滅にあらず、ただ幕さなるのみなき。諸悪もしとうなれば諸法もとうなり。諸悪は因縁症と知りて、この因縁と己と幕さなるを見ざるは哀れむべき共柄なり。仏主十縁になれば、縁は仏主よりお炎獣仏主機なり、諸悪なきにあらず幕さなるのみなり、諸悪あるにあらず幕さなるのみなり、諸悪は空にあらず幕さなり、諸悪は式にあらず幕さなり、諸悪は幕さにあらず幕さなるのみなり。例えば春生は無にあらず無にあらず作らざるなり、衆菊は無にあらず無にあらず作らざるなり、諸物は無にあらず無にあらず幕さなり、露珠灯籠発出球場とあるにあらずなきにあらず幕さなり、自己は無にあらず無にあらず幕さなり、陰謀の山岳は現状せる公安なり、公安の現状なり、主より工夫し、品より工夫す、すでに陰もなるに作られざり、蹴るを作り蹴ると悔しむも逃れ、さらにこれ幕さの工夫力なり、しかあれば幕さにあらば作らましと思考するは、歩みを北にして別に至らんとまたんがごとし、諸悪幕さは意の炉を見るのみ、見るのみにあらず、意の意を見るなり、炉の炉を見るなり、人の人を見るなり、山の山を見るなり、せつ、この、あ、せつこの、あ、せつこ王帝の道理あるゆえに、諸悪幕さなり、仏心発心、なお、国運のごとく、物に応じて形を現ずること、水中の月のごとくなり、大仏の幕さなるゆえに、玄妙の幕さなり、なお、国運のごとく、左白右白なり、水中の月のごとく、水の月にさえられるなり、これらの幕ささらに疑うべからざる現状なり、まあ、そこまで、この諸悪幕さの巻もう2回読んできたんですが、今までのところ文章としてね、なかなか難しいから、それでいわば筑後訳的に、見てきたんですね。ところが、こう、筑後訳的にだけ見てると、全体として、一体何が書いてあるんだかわからない。で、全体として何が書いてあるのかわからないんじゃ、本当につまらない。それでですね、これから今のところ、今読んだように、幕さなり、幕さなりってね、その、幕さっていうのが非常にたくさん繋がってるわけですね。で、まあ、そんなに、文章としては難しくないし、しかし幕さの意味がまだ一体どういうものだかはっきりしてない。で、その点ね、
この辺のところでもう一遍ね、地区を薬的に見るのではなしに、全体としてですね、この巻で今までのところ一体何が書かれたのか、道元禅師は何を言われようとしているのかっていうのね、そういうこう対極的なところを見て、復習のつもりでざっと見ていきたいんですね。そして、まあ、同時にここに言われるマクサっていうのは結局実際として自分に当てはめてどういうことなのか、それをはっきりさせた。でまあそういうつもりでもう一遍こう初めから見ると、大体この巻の主題はですね、初めに書かれてあるように、古物曰く諸悪末作修善奉行自浄五位是諸仏教、これ七仏通戒の下ですね、これ七仏祖修の通戒として全仏より五仏に正面です。五仏は全仏にそうして、ただ七仏のみにあらず是諸仏教なり、この道理を工夫三級すべし、いわゆる七仏の報道必ず七仏の報道のごとし、総伝総しなおこりの通称則なり、すでに是諸仏教なり百千万仏の協業所なりありますが、ここで見落としてならないのはね、総伝総しなおこりの通称則なりというところだ。前にもちょっと話しましたが、その普通総伝総師っていうとね、何時にこの巻物を伝授するっていうんだけど、なんか巻物かなんかね、奥伝の巻物でもこう伝えていくのが総伝総師だと、まあ普通は思ってるわけ。ところがここではそうでない、こりの通称則ないっていうのね、つまりね、自己そのものの称則だっていうこと、つまりその諸悪末作修善奉行自浄五位是諸仏教っていう、その七仏通戒の下、どの仏さんもそのに通じている、その下の意味はですね、その懲りの消息、他との兼ね合いなし、そのどこまでも自己そのものについての問題だということです。そして要するに私の言葉で言えば完結的自己の問題だ。それでこの完結的自己がそのどの仏さんもどの仏さんも完結的自己だ、それが伝わってるってことね。決してね、ある伝える何者かがあって伝えてんじゃなくって、どの仏さんも完結した自己だ、その完結した自己が完結した自己にこうつながっていく、こういうことですね。それが懲りの通称則っていうことだ。ところがこれに反してですね、普通そのあれですね、総伝善悪の問題、諸悪末作修善奉行というか善悪の問題だ。そうすると善悪の問題というと、善悪っていうのはいわば価値的な概念だね。で価値的な概念で、これは価値があるかどうか、いいか悪いかっていうね、これは判断する主体と判断される客体とっていうのがこう二つになってるわ。でつまりそういう意味では普通の善悪の問題は他との兼ね合いの話になる、比較の話になる。で
その限り、自己切りの自己っていう話じゃなくなるでしょ。で、その何か自分より外にあるもののいいか悪いか、いいことをしろ悪いことをするするなっていうのね、どれがいいかどれが悪いかっていうの、これ自分より外の問題とこう思っちゃう。そういう見方を、まあ普通善悪っていう問題を取り上げてくるとそう考えちゃうね。そうするとここの諸悪魔草の巻の話が分かんなくなるんですよ、結局。で、ところはこの巻の話はそういうね、自分より外のその善悪の問題じゃなくって、どこまでも自己切りの自己完結、自己切りの自己として完結している、そういう自己の話だ。これが一番大切なところですね。で、そこをまず決めておいて、しかしながらそれにしても差し当たり、善悪っていうのは今言ったように価値判断だ。いいことってはいいんだし、悪いことっては悪いんだ、こういうね点で、価値判断の話でしょ、価値概念です。ところがそれじゃあ価値概念って言っても、そういいもの悪いものってこう決まってるわけじゃない。比較すればこそいいとか悪いとか、ね、だから本来善とか悪とかって言っても、別にその事象があるわけじゃない、その実態があるわけじゃない。それでただあれかこれか比較してる、でこれの方がいいこれの方が悪いとこうね言うだけだから、だから善って言っても善に染まればこそ善だ、それから悪に染まればこそ悪になるんだ。実物そのものとしては善でも悪でもないもの、例えばこのコップっていうのはね、これは善か悪か無機かって言って、これ善でも悪でも無機でもないですよ。これ人にぶつけりゃ悪だ。で、おとなしくこの飲んでる限りはこれで善だ。その点、その実物そのものは何でも別に善悪無機っていう性を離れてるから無性だ。でその諸無諸、次のね、今言うところの諸悪は善性悪性無機性の中に悪性あり、その諸これ無性ないってね、実物としては無性なり、善性無機性等もまた無性なり無路なり実相なりというとも、この三性の利己に小他般の法あり、善悪は視界の悪と他界の悪と同不同あり、戦時と工事と同不同あり、天上の悪と人間の悪と同不同なり、言わんや仏道と世間と同悪同善同向き、はるかに主義ありと。結局ね、善悪向きっていうのはそのいろいろの世界で色のその判断の仕方が違うっていうのね。これまあこの前こう読むとき、まあ例を挙げていろいろ事細かに話したわけで、今そのことは言わないけれど、とにかくまあいろんな判断する。しかしそれでですね、善悪は時なり、時は善悪にあらず、善悪は法なり、法は善悪にあらず、法等悪等なり、法等善等なり。この結局善悪は解きないと、善悪っていう価値判断はね、だからその時その時なんだ。でそれからそのものそのものについての話だから、善悪は時なり善悪は法なり、しかしながらその時そのものって、時もそのもの実物もだね、
決して善悪じゃない。そして法等悪等なり法等善等なり、この等っていうのは、この前も言ったけれど、その等字っていうね、等しく保つ、この意味ですね。この等しく保つっていうかね、等字っていうのは、結局あらゆるものはね、結局あの仏法の話はいつでも一つ言ってんですよ。一つ言ってんでね、だからいつも私の話同じことを繰り返すんだけど、結局ね、あらゆるものはね、このあらゆる世界は私が生命体験するから事実私の世界としてあるんだ。これ間違いないでしょ。ところがまた私はっていうと、私はあらゆる生命あの存在体験をするところに私は生きてるのね。それでね、結局あらゆるものっていうのは私の生命体験の、風景だ。結局はそれからまたあらゆるものはそのあらゆる存在のあり方、そういうところで、それが等等しく保つ。これ座禅っていうのはね、座禅してる限り、ただ座禅してると、そうするといろいろ頭の中に、浮かんできますよ。何も浮かばないことはない。しかしながらただ浮かんだっていうだけで、でまたただ消えてくっていうだけで、ただ人のこの座禅中の風景だ。それ座禅の時に何か、あっこれって言って思いついた一つだけ、あっこれって握りしめちゃったら当時じゃないの。それいつでも手放しにしてるっていう限りね、あらゆるものがここに流れてるだけで、それでそれが当時です。だから当時って、まあ、京都にも当時院っていうのがあるよね。で当時院っていうのはね、三昧院、三昧院っていうことだ。三昧、当時っていうことを、あと三昧の、三昧の役だからね。だからあの座禅の中身、これはあらゆるものを等しく保ってる。そのあらゆるものが生命の風景なんだ。その地獄も極楽も、地獄と極楽とって、ほら 地獄はこあの困る、極楽の方がいいと。あるいはまあこの頃地獄極楽って言ってもピンとこないから、幸福と不幸にいう言葉で言います。幸福はけいい、結構、不幸は困るってみんな思うでしょ。それじゃあ当時じゃないの。掴んじゃって、幸福っていうのね、掴んで、そしてあの不幸はいけないというんで、またそれで掴んでる。ところがそうじゃない。今頭手放しにしてる限り、幸福も不幸も等しく保って見てるんだね。そこが大切なんだ。生命っていうのはどうせね、幸福もあり不幸もある。しかしながらそれを生命体験するところに私は生きてんだし、それから幸福も不幸もそういうその私の生命体験のあり方なんだから、で別にその違うもんじゃない。たった一つの生命体験、私の生命体験、そのあり方、風景、そういう意味で当時なんですね。だから法等悪等なりた、悪いきたって一つの風景だ、いいって言ったって一つの風景だということですね。で叱るにあのくたら三百三菩提を学するに、文教し修行し消化するに、人なり恩なり妙なりって、これがあれなんですね。その人なり恩なり妙なりって、
仏法はね、田次郎氏が仏法は有水だって言ったけど、この有水ってことです。人なり恩なり妙なりで、私がその田次郎氏の有水って言葉聞いて、どこが有水なんだか、その有水を解剖してたね、なんとかその有水のあり方をその口で言い表したいって言うんで、それで沢木郎氏が亡くなってからもその10年まあ一生懸命接心しながら、そこを一生懸命見つめたんだね。結局の話はこうして、この頃になって初めてその人なり恩なり妙なり有水のところはどこかっていう、その構造をようやく突き詰めた気持ちがするんだね。これはどこだ。だからここが大切なんですよ。結局ね、我々はね、今言ったようにその、私が一切を生命体験するところで私は生き、私が生命体験するところであらゆるものはあるっていうね。この時ね、この私は一切を、体験し、それでまた一切というのが、自己は一切分の一切だ。これ自己っていうのはね、今までいつも私はオール分のオールっていう言葉で言ったけどね、今後ね、一切分の一切って言葉に切り替えますからねそれっていうのはね、今度は私がこのあれなんだね、人生家族本っていうのを本にする段になって、このオール分のオールっていうんで活字組んでみるとね、どうも日本語のところへ英語がちょびっと入ってくると、このどうもハラハラな感じがする。それでやっぱり一歳分の一歳って言った方がね、この抵抗なく読めそうなんで、それでまあ今後の私の本に活字になって出てくるの、一歳分の一歳ってこうしようと、こうして決めたんです。だから喋るのも一歳分の一歳、それで喋ろうと思ってるんですが、だからこの一歳分の一歳とか一歳分の一とかっていうのは私いつも使うんだから、この言葉によく慣れといてもらわなきゃそしてこの結局その一歳分の一歳っていう言葉になれるだけじゃなくて、実際にみんながですね、自分にとって一歳分の一歳って、あ、これかっていうことだけは、そこまでまず言葉で慣れる、これ文教師だね。そしてそれをどの辺かなっていうんで修行するわけです。そして消化するって、それが文教修行消化ってことだ。でこれためにはね、聞くだけ聞かなきゃ、精一杯聞くと、そうするとなんとなしにそれが身に染みついてきて、あ、そうだこれだって、一歳分の一歳ってこれだってね、そうスイッチがつくんだから。でこの我々だから、全ての世界は私の生命体験とともにある。そして私は一歳を生命体験するところに生きている。これはもう一歳と一歳がもう一つなんだね。でそういう一歳分の一歳が自己だ。ところが普通考えてる私っていうのは、この頭で考えてる私だからね、こういう一歳分の一歳イコール自己っていう、そういうんじゃなくって、一切を頭で考えると一切のものがこう個別としてあるじゃない、それの中の一つというんで、これは一切分の一だ。これ一切れ分の一切れ一切れ分の一っていう、そう読まないでくださいじゃな、そうじゃなくて一切分の一切、一切分の一って読んで、この一歳分の一としてですね、私は生きてる。そしてこの一歳分の一の私がいつでもあれかこれかとこう分別選択しながら生きてるわけです。
それで普通我々はその一歳分の一理としての私ばっかりが俺だとこう考えてるわけですね。そこが問題なんだ。でところがね、一歳分の一の私っていうのはね、これ一歳分の一の私ってだって俺は俺なりの権利があるって威張ってるけれど、女に威張れる品物じゃないんだね、一歳分の一って言ったら。というのはね、例えば一歳分っていうと、一歳っていうとこうなんかバーッとして広がってるけれど、例えば人間の人間分の一とか考えてみても、人類っていうのは今40億ぐらいいるんでしょ。40億っていうとまたこれはバーッとしててわからないけれど、例えばね、統計学者に言わせると100万分の1っていうね、まああのあれだ、富くじ買うのに100万分の1当たるっていう富くじはもうこれは無視してもいい確率だっていうね、まあそんなの当たらないってこう見ててもいい確率らしい。100万分の1でさえそうなんだ。これ京都の人口100万分の1だ。それの中の1って言ったら本当に無視してもいいね。それで言わんやね、これ40億分の1って言ったら本当に無視してもいいんだ。何遍無視してもいいような知らもんだね。それがこれ現代の地球上で40万億分の1なんだから、昔からのね、これ何十万年という人類が住んできた、これからもどれだけの人類が進むかは知れないけど、それの位置って言ったらこれ全くもう無視していい代物ですよ。何生命の尊厳とかなんとか言ったら愛してっけれど、何灰叩きでパンと叩いてもいいような代物でしかない。我々ね、これ1歳分の1の私としてはそれぐらいその無視していい存在なんだ。でその他人間だけがこの世の中じゃないんだ。ゴキブリもいるんだしね、ネズミもいるんだし、ゴキブリやね、ネズミやってアリって言ったらみんなそれぞれ人類より数が多いんだと思う。何しろ一軒のうちにゴキブリ 何匹いるんだそしたらやっぱり人類の数よりゴキブリの数の方が多いんじゃないか。そうするとね、一歳分の一っていうのは本当になきに等しいもん。ところがこの一歳分の一の私がだ、無視してもいいような私のところに一歳分の一歳っていうね、このあらゆる生命体験しながら私は生きており、あらゆるものは私の生命体験においてあるという、そういうこの広大無限なものがある、含んでるんだ。そしてだから本当の自己っていうのはね、このただ1歳分の1が私でもなし、1歳分の1歳が私でもなし、そうでなしにこれをひっくるめたもんだ。これをひっくるめたものが本当の自己です。そうしてね、この一歳分の一っていうのは、これはどうせね、抽象概念の頭で考えたんだから抽象してるだけだ。そしてそれに対してこれは実物なんだ。実物として私はあらゆるものを体験しながら生きており、あらゆるものは私の生命体験においてあるという限りね、これは生命の実物だ。そしてね、結局この抽象されたものはこの実物に向かってね、いつでも実物に向かっているっていうこと、これが大切です。これがね、いわば方向です。この方向ね、この方向が
こういう方向が、この方向を諸悪魔草修善奉行自称五位是所仏教って言うんです。これもあれですね、この今あのくたら三しかあるに、あのくたら三百三菩提を学するに、文教し修行し消化するに、人なり恩なり妙なりと、このあのくたら三百三菩提っていうのは結局あれでしょ、あの無常消灯学とこう訳すんですがね、あのくたら三百三菩提っていうのを漢字に訳すると無常消灯学、この無常っていうのはこの上ないってことね。この上ないっていうのはどういうことか、本当に行き着くところに行き着いたっていう、もうそれが洗練されきって、私たち今いろんな生き方してる、しかしながらその生き方が本当に洗練されきった生き方となると、これは無常、行き着くところに行き着いた。でそういう無常の消灯学、この消っていうのは一持ってとどまるっていうね、これ実物です、生命の実物、この実物はもう一つなんだからね、そのだから小っていうの、まあ私もこう小っていうね、だから小っていうの人で研究したんだ、そうすると一持ってとどまるって実物っていうこと、この実物っていつでも言うようにこのコップってね、そうするとみんな同じコップ見てると思うけれど、何これ本当の実物はね、これも実物であって、みんなが見てるのはおのおの自分の見方から見てるだけだ、そのみんなそれぞれの視力でそれぞれの角度から、それでこう見てるでしょ、だからみんな違うわ。しかしながら本当の実物とはもう実物なんで、これはもう言葉を超え、その観念を超えてるもんですよ、これが一持ってとどまるっていう実物です。それでこのコップだけじゃないんだ、この私が生命体験している世界って、これ一持ってとどまるね実物なんだ、私の見てる世界とあなたの見てる世界とって全く違うんだ。それでいや、コップ一つについても見てるのが違うんだから、一万円札一枚見るんでも違うじゃないか、だから社会っていうものの見方も違うじゃない、とみんな違うんだ、でみんな違うんだけど実物は実物なんだ、そういうのが実物ですね。その実物にをそのさめて生きるっていうことが、これ無常消灯学でしょ。そうするとこの無常消灯学っていうのは人なり恩なり妙なりっていうのは、それはどうかっていうと、こういう構造を持ってるってことです。これは実物なんですよ、これは一歳分の一歳ってのは実物なんだ、しかしながらその実物が1歳分の1っていうのをまた含んでるんだ、1歳分の1歳だから1歳分の1歳の中には1歳分の1も事実持ってんだ、私の生命体験する世界、その中に私がいるんだから、これも私も含まれてるね、だからこの実物の中にこれも入ってるんだから、だからここへこういうその1歳分の1の私としては1歳分の1歳という実物によりその方向として、これを頂上っていうね、隅清くなる、この私の、まあ、
これ日常的私って言えば1歳分の1の私ですよね。しかしそれは本当にその自己の本当の生命って、生命の実物っていうと、もう一切ぐるみの生命の実物、そっちの方を向いてる、それを真実っていうのは、そこに覚めて生きるっていう、これは湧水だっていうのはね、そこです。銀なり女なり妙なり、こういうこのだから方向性持ってんだから、 これそれこのところね、これそのぐるみが実物なんだね。この1歳分の1歳というのは実物なんだ。その中にこれで完結してる、完結してる中になお完結するっていう、そういう方向を持ってる、頂上する方向を持ってる。だからその道元禅師の言われる、いやお釈迦さんの仏法っていうものの深さっていうのはそこにあるね。その平面的でないで、ちょっとこれこういう図を描きましたがね、これ図じゃ表せないもの、これが実物で言いながら1歳分の1としてはまだその実物に向かって進まなきゃなんないという、そういう深さがあるんだ。でそういう分別選択するんなら、そういうその分別選択しなきゃ、我々1歳分の1としてはいつもあれかこれかってね、あれの方がいいかこれの方が悪いか分別選択しながら生きてんだね。これで本当にその分別選択するんなら、絶対的なって言ったらこの1歳分の1歳に向かわなきゃなんだ。それがそういう方向を持った行動が修行っていう。修行っては何でも動きゃ修行かと思ってると違うんだね。仏道修行っていうのはどこまでもこの1歳分の1歳っていう、そういう方向へ向かわなきゃ。つまりね、その何から何まで、1歳分の1歳というのは何から何までってことね。天地いっぱい永遠だ。天地いっぱいっていうとこの横を広がる。永遠って言ったら時間の全てですね。天地いっぱい永遠っていうか、そういうこの1歳分の1歳。これは不生不滅、不苦不常、不増不減だ。そういう、だからどっちへどう転んでも完結した自己切りの自己っていうのはそれですね。一歳分の一歳としての自己はね、どっちへどう転んでもその私は私以外のところへ出っこないんだから、私がちょっと転び損なったために私の外を飛び出ちゃって他人になっちゃった、そんなことはない。どっちどう転んでも自己切りの自己の生命生きてんだから、いやだからね、そういう完結した自己を生きてるがゆえに、より完結した自己へ向かうっていう、そういう自己完結のゆえに、より一層自己完結のところを狙って生きる、それが修行っていう。それでそれを今諸悪魔草修善奉行自浄五位是諸仏教と、こういうことなんですね。いや普通はね、いいことをしろ悪いことするなっていうと、そうすると倫理道徳修身の話かと思うじゃない。ところが今道元禅師の言われるのは、そのいやだからその倫理道徳修身の話のつもりでこの巻読んでたら全くわからない。そうでない、この巻はね、自己切りの自己の完結したそういうあり方の話なんで、そういう自己切りの自己って、これを自重有三昧って言うんでしょ。自重有三昧、これは
沢木老師がね、座禅のことを定義して自分が自分を自分するって言われたね。それで自分が自分を自分するって、これをだから我々座禅するってことは、ただ自分が自分を自分するって他との兼ね合いなしで、みんな世間の人はね、他との兼ね合いだけで生きてんだ。他との兼ね合いだけで生きてるっていうのは一切分の一としての自分しか見ていないから、そうでなしに他との兼ね合いなし、どこまでも自己切りの自己でね、もうだから他との兼ね合い、自己切りの自己であったらもう自己っていう言葉も用いられないんで、本当から言ったら生命切りの生命という言おうかしょうがない。ただ一応今一歳分の一としては他人と対してるからね、だからまあ自己ってこういう言葉を使うけど、だから結局諸悪魔草修善奉行のこの巻の話は何かっていうとね、座禅の話してんだ。そう思ってみるとすっきりするのね、これこの巻が。いや座禅こそ是所仏教だ。仏教って言ったら何、この座禅、沢木老師が言ってたね、この一切経は座禅の脚注であるって言った要するに、一切経っていう大蔵経は座禅のね仲介書なんだ。それであらゆるものは座禅が実物なんだから。で自情五位っていうのをね、これは自由三昧で自分が自分に頂上していくんだから自情五位だ。そしてそういう座禅において、要するに私がいつも言う頭手放しで座るって、この頭手放しっていうのがこれマクサだ。そして頭手放しのところで座禅の姿勢をただ狙うという、こうただ狙うというこの力は奉行だ。修禅奉行の奉行だから、自由三昧、自己切りの自己になって座るという座禅の手前ね、その善も悪も外側にあるんじゃない、自己の中のもんだ。その居眠りしちゃいけない、考え事を追っちゃダメだそれじゃあ座禅にならないから、それで居眠りせずその考え事を追わずっていう、それがマクサでしょ。そしてしっかりした生き生きした目でもってそのしっかり座禅するって、これ奉行。でだから座禅っていうのでも一切手放しだ、一切手放しだからもう手放しも手放して寝ちまえってそれじゃダメだ、はっきり手放してそしてはっきり座るっていうね、そういうのがこの本当の真実生命の生命力ってもんだ。それでそういうのこのその方向に向かって狙ってやるっていうことが、これがね修行っていうんですね。で道元禅師が言われるのはその修行を言われるんだ。それだから伝道案にもこの法は人々の分譲を豊かに備われりといえども、いまだ処せざるには現れず、そうせざるには売ることなしと言うけれど、これ大体一歳分の一歳、まあ、私が一歳分の一歳で生きてるのはこれもういまだそのあれだ、人々の分譲を豊かにみんな備わってんのね。どうせは私たち生きてる限り思っても思わなくても、その信じても信じなくても疑っても拒絶してもみんな
一歳分の一歳として生きてるんですよ。ところがこの一歳分の一歳をその事実主せざるには現れず、小せざるには売ることなし、事実やらなきゃダメ、これが修行ですね。だから修行っていうのはさっきも言ったが、その決してね無方向的な、ただ何でもそのやりゃいいってもんじゃない。これやっぱり方向を、両々とした方向を持ってやらなきゃいけない。でその方向は何か、この方向ですね、この方向は何か、これが今言うマクサ。一歳分の一の私の頭の思いをいつも手放しして、手放し手放しと、その時に一歳分の一歳に頂上していくんだから。だからこういう座禅、それからまた本当の真実生命を、その今ここでは諸悪魔草修禅奉行自上五位是所仏教と言うんですね。まあこれがね一番大切なところです。でしかあるこのその次のところね、この無常菩提を枠中知識して聞き、枠中共感して聞く、はじめは諸悪魔草と聞こえるなり、諸悪魔草と聞こえざるは仏称号にあらず魔説なるべし、知るべし諸悪魔草と聞こゆる、これ仏称号なり、この諸悪作ることなかれという凡夫の初めて造作して格のごとく荒らしむるにあらず、菩提の説となれるを文教するに鹿のごとく聞こゆるなり、鹿のごとく聞こゆるは無常菩提の言葉にてある道弱なり。要するに今その無常菩提の話をしてるわけなんだけれど、でも初めはね、その悪いことしちゃいけないぞっていう、そういうふうに聞こえるっていうのはね、それはそれでいいんだ。この上ない生命の真実に目覚めた生き方、それをね差し当たり言い表してみれば、悪いこと諸悪は作ること流れっていう言葉で言い表されるんだから、つまりね、そしてそれをすでに無常菩提の言葉にてある道弱なり、すでに菩提語なり、ゆえに五菩提なり、無常菩提の切弱と泣いて悶弱せらるに転ぜられて諸悪魔草と願い、諸悪魔草と行いもていく。要するにそういう無常菩提を言い表した、この諸々の悪を作ることなかれという、それをまっすぐに守っていく、それが大切だと、ね、例えばね、まあ仏教でもって殺生戒っていうのがあって、殺しちゃいけないっていう、俺は何一歳分の一歳で、俺は一歳分の一歳の生命生きてんで、不生不滅、不苦不浄、不増不減だ。こうすると殺すって言って、殺すものもない、殺されるものもない、だから殺すって言うんだったら、俺見当が違うから。だから差し当たりは生き物は殺すなっていう、そういうところから入るんだ。それからその不中等戒っていうのがあるね、盗んじゃいけないって。しかしながら大体不増不減だ、不生不滅、不苦不浄、不増不減、俺だから減りっこないんだからって人のものを取るんだ。それじゃあまた見当が違う。だからやっぱり不中等戒っていうことね、悪いことはしちゃいけないと、こうそういう言葉になって現れる。そしてそれをそのまっすぐ守っていく、その時に諸悪すでに作られず成りゆくところに修行を力たちまちに現状する。この現状は人知人解人事人望を了として現状するなり、その了は幕さを了とせる。だからその天地いっぱい永遠の
この人知人海人事人望というのはね、これ一歳分の一歳、そういう量で現状していくという。その量はって言ったら、これマクサという、このマクサという方向一つにだ。小刀陰文字の小刀陰文人は、諸悪作りぬべきところに従し往来し、諸悪作りぬべき縁に対し諸悪作る共に交わるに足りといえども、諸悪さらに作られざる、ざるなり諸悪マクサの力量を現状するゆえに、諸悪自ら諸悪と同弱せず諸悪に定まれる長度なきなり。だから人一歳事故、一歳分の一歳のねところにはね、この大体悪っていうものが本来ないんだから、それがね、それで諸悪自ら諸悪と同弱せず諸悪に定まれる長度なきなり、で一年一報の道理あり、これ念ずれば人知を念じ放てば人知を放つと、あのお聞き、お聞きが起床っていうのに注釈が出てるが、それなんですね。小刀陰文字、すなわち悪の人を犯さざる道理知られ、人の悪を破らざる道理諦めらる。だから悪って言っても結局頭手放しのところ、自己の生命の風景でしかない。だからその別に悪に犯されるってことはないわけだね。これじゃあ、これも座禅を通して考えてみればわかる。座禅してるとき、いろいろな頭の中に思いが浮かぶ。しかしその座禅の手前、ああいうそういう思いそれぐるみがその座禅の風景でしかないんだから。それをね、なんかこう思い浮かんだって、あ、こうしちゃいられないって言って座禅立っちゃうんだったら、これ悪が犯されたじゃない。ところがそういうあらゆる思いが浮かんでも、その思いを手放しにしたら、そのあらゆるものがふっと消えて、ただ壁だけなんだから、これ間違いないんだ。それで座禅を犯すものは何者もない。だから座禅しないでこの文章を見てても分かんないですよ。あの皆さんも座禅持ちってやんなきゃいけないねあの、うん、この回これだけ人が来て私の話聞いててくれるけど、私は座禅の話一生懸命してる、ところが終わるとみんなさっとこう座禅しないで帰っちゃう、ね、これじゃちょっと良くない。もうちょっとのできるだけ時間をねあれしたら、ここで座禅していかなきゃ。でそれから自ら、その次ね、自らが心を起こして修行せしむ、身を起こして修行せしむるに奇仙の白状あり、能語のマクサあり。この人一歳事故、一歳分の一歳として完結しているのだからね、その働く以前にもうすでに出来上がってるんだし、働いた以後は以後でも何にもしていない、そういうところがある。その辺が修行のしどころだもん。結局ね、この座禅したからって何か特別なものが出来上がるわけじゃない。これ座禅しなくてももうあれだ、奇仙の白状だ。それから座禅したからって何か特別なものが出来上がったわけじゃない。能語の末さだ、それで何にもしていない、そういうの不全だ、何にも汚されない、そういう不全なの修行をしなきゃ。ところがそういう不全なの修行をのしどころっていうのが、これ難しいんだねで、いや何でもない、ただただやれはいいんだけど、そのただやれっていうのができないんだから、これ妙だなあの、いや例えばあの私があの私の弟子たちに黙ってただ10年座られてね、で言うけれど
座っていながらただ座禅10年するってね、なんでもない話じゃないか。ところがそれに座って10年の間に頭こういろんなことしてこうしちゃいられないって言うんで飛び出していくね。それじゃダメなの。そうじゃない。いやひどいのになるとあれだもんね、安泰寺、私がいた自分にいた、あれが大きな寺の息子なんだ、大きな寺の息子なんだけれど、そのどうもそのグレーでよく遊ぶっていうんで、それでその親父さんがもう死んじゃってるんで、その大きな寺はその兄弟子にあたる人が管理してんだね。それでまあお前は安泰寺にいて2年は修行してこい、その2年修行をしたらそのこの寺をお前の寺にしてやる。でや私のとこ預けられた。あ、2年ぐらいわけやない、もうただ2年じっと座禅してりゃいいんだから言ってんのに、それがね、あたりいる間はおとなしいんだ。でお盆かなんかでちょっとうち帰った時、その時に好きな女ができた。それでもうあたり帰ってこねえ。それでそんなこと言わないで2年とにかく勤めろって言うんだけど、その2年女が待ってくれないって、それでこうしちゃいられないって言って、そして行っちゃったんだね。こんなバカなやつだ、本当に2年ぐらいね、私なんか数に入れてないけどね。いや座禅ってやつは妙なもんでね、座禅じっとしてるとね、時は向こう側で勝手に立ってくるの。それでいや本当にね、まあ私毎月あれでしょ、座り詰めの接心を俺5日間ずつ毎月やってきてるわけだけど、で接心の前の晩って言うとね、なんともその口じゃ言えないこう緊張感っていうか恐れっていうか、そういうのがあるんだ。俺何十年やっても変わらなかった。これはまあお相撲さんの初日と同じだ。ところがこれ、その翌朝、その朝神殿になって、そしてもうそうなると覚悟決まって、ただ本堂行って座禅してるって。これはあと、もう そっから先はもう無事だもん。勝手に時間は経って、そしてただ一生懸命座禅するっていう、それだけで5日間はすぐまた経つんだから。それでその点ね、私接心はだいたい月に 2回以上はやってきてるけど、それ25年やってんだからずいぶん長いじゃん。しかしそれとにかく時間は向こう側で経つっていうことをだけははっきりした。だから佐々木老師が死んだ時に四十九日接心すると、それが四十九日接心するってね、宣言してかかるっていうのね、俺は時間は勝手に向こう側に立つっていう、それが泣きゃね、四十九日できるだろうかどうだろうかって言ったらできゃいない。ただ座ってりゃ四十九日勝手に立ってくる、そこですね。だからただ10年座れっていうのもそれだ。それ10年本当に座ってりゃ それが一分分かる。だから10年経ったらもうあと10年って、もうあと10年、20年やら大体分かるね。それからもうあと10年って、30年やらもう本当に座禅が染みつくじゃない、そういうことね。で、どこや。自らが心を起こして修行せし、あ、貴賤の白杖は井上のマクサリだ、その話だ。つまりその別に座禅したからって悟り開くわけでもなし、この俺が偉くなるわけでもなしだ。
その何にも付け加わるものはない。そこを修行する、そこなんですね。だから他の修行とわけは違うですよ。その床屋さんが床屋の修行をする、板前さんが板前の修行をするって、そういう修行とわけは違う。何にもないのをただする、その生命の実物をただする、そういう修行なんだからね。でこれがそういう一切分の一切って、もうやってもやらなくても一切分の一切の実物生きてんだね。しかしそれを一切分の一の私としては、それをどこまでも狙っているという、それが修行なんだ。だからその既成の白鳥はに